豚肉使います、豚肉の味噌ニンニク蜂蜜漬けです。はあ、聞いただけでもう美味しそうです。もう美味しそうでしょ。しかも簡単。まず鍋に豚バラの塊肉を入れたら浸る程度まで水を入れ、弱火で柔らかくなるまで30分ほど茹でます。しっかり火を通すことで保存性も高まります。その間に味噌、蜂蜜、酒を混ぜ合わせ味噌床を作っておきましょう。蜂蜜にはね、肉を柔らかくする作用がありますから、置いとけば置いとくほど、豚肉がしっとり柔らかく美味しくなる。ありがたいです。ありがたいです。さらにこの味噌床にニンニクも加えます。これもね、一晩漬けとくと要はニンニクの味噌漬けみたいな感じになります。なるほど。でこのニンニクの香りが逆に味噌と豚肉にも染み込んで、また美味しくなる。でニンニクはやはり、腐敗予防になりますから、いいことづくめです。茹でた豚肉は粗熱を取ってから水気をしっかり拭きましょう。そして保存容器に味噌床をニンニクごと入れます。これニンニクは食べられるんですか？当然じゃないですか。何言ってるんですか山本さん。飾りじゃないのよニンニクはっていう歌はなかったですけど。そうですね、ないですけど。さらに豚肉を加えて上から味噌床をかけます。均一になるように塗ったら OK です。最短で一晩でいただけますが、時間が経てば経つほど肉が柔らかくなって美味しくなるんです。この豚肉も冷蔵庫にあったらいろいろ使えますね。使えますよ。あなたのピンチをきっと助けてくれるはずです。救世主ですね、本当に。というわけで皆さんには豚肉の味噌ニンニク蜂蜜漬け召し上がっていただいてます。お弁当に絶対合います。これは絶品なんです。これは肉は柔らかい。これ作って5日目のものなんですけど、もう一晩でもね美味しいんですが、ちょっと待つと、じっくり待つと美味しくいただけるというわけなんですね。味濃くならないんですね、5日も経ってもね。そうなんですよ。いい感じに馴染んでくれますね。そうだと思います。本当に美味しいんですよね。材料少なくていいですね。すごい簡単です。これは、はい、一晩でも美味しいです。というわけでアレンジもたくさん広がります。ご覧ください。例えば切ってからフライパンで軽く焼いて炙り豚にすれば香ばしさも出て絶品。お弁当の主役にもなります。チャーシューの代わりにラーメンのトッピングにしたり、キャベツやもやしなどお好みの野菜で炒めても美味しくいただけます。